はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。本日1月27日水曜日であります。朝ドラおちょやんでは、映画会社が景気が悪くなってきて、女優をリストラしていくというところが描かれているわけですが、実際、東亜キネマにいた時は霞千恵子という芸名だったんですけれども、霞千恵子が東亜キネマを辞めた理由がそのリストラだったのかどうかっていうところと、その後辞めた後に取った千恵子さんの行動が思わず、男女千恵子さんという芸名がついたエピソードへとつながっていきますので、この2点紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで結論から言いますと、東亜キネマを辞めた理由は、ドラマ中でも描写されていましたように、大正バブル崩壊で、東亜キネマでもリストラを余儀なくされることになってだということで、真面目な中堅女優ばっかりがリストラ対象となって、素行の悪い大物女優が残っていたことに、正義感が強かった千恵子は納得ができずに、東亜キネマの所長の小田さんに辞表を書いたようですね。はい、で、小田さんは残るようにというように引き止めたんですが、やめたということであります。これが直接の原因だったと思いますが、すぐにやめてどうするんかというところなんですけれども、実は俳優の市川右太衛門さんから、牧野プロから独立して右太衛門プロを設立するんだが、霞千恵子にうちに来ないかというふうに内々に声をかけられていたっていうのも、辞めることを決意した大きな理由、保険ですね、理由だったと思います。はい、それでは市川右太衛門さんっていうのはどういう方だったんでしょうかということなんですけれども、1907年から1999年、戦前戦後の時代劇スターということで、偶然でしょうね。浪花千恵子さんが生まれたのも1907年ということで、同じ年だったということになります。最初は歌舞伎役者だったんですけれども、映画俳優へと転身し、旗本退屈男で30本のシリーズ作品を生み出したようであります。私もこの旗本退屈男という名前は聞いたことはありますね。はい、戦後は片岡千恵蔵とともに東映の重役スターとなったようであります。そしてその浪花千恵子さんと、どういう接点があったのかどうかというところなんですけれども、詳細は不明なんですけれども、市川右太衛門さんが元いた、プロダクションは東亜キネマとも馴染みの深い牧野プロに在籍していたことから、撮影で浪花千恵子さんと市川右太衛門さんが一緒になったということが、十分考えることだったと思います。はい、ということで、最後に余談ですけれども、市川右太衛門さんの、次男が北大路欣也さんらしいですね。こういうふうな、ことが分かると、ちょっと市川右太衛門さんについてもちょっと馴染みが湧いてきますよね。はい、はい、ということで、千恵子さんは歌右衛門プロに入って、女優さんとして頑張っていくということだったんですけれども、実はそうではないわけですね。はい、ということで、そうでなかったがゆえに、その浪花千恵子っていう芸名が誕生したという、
まあ、エピソードがありますので、少し触れていきたいと思います。まあ、歌右衛門プロに入ったんですけれども、まだ立ち上げということで、まあ、すぐに仕事があるという状況でもなかったので、まあ、アルバイト的なものをしようとして、自分の写真を、まあ、屋敷奉公しようと思っていたので、奉公先に何通か送っていたところ、たまたま帝国キネマから独立したばかりの、まあ、俳優の市川猿之助の目に留まったということであります。当時の市川猿之助は、伏見直江を相手役にしてましたが、逃げられているという状況で、まあ、この写真を目にして、まあ、相手方にしようということになったわけであります。ということで、まあ、形的にはその市川猿之助が市川右衛門から浪花千栄子を、まあ、横取りするような形にはなってしまったんですけれども、まあ、浪花千栄子さんは市川猿之助のプロダクションに入ったということであります。まあ、そこで、まあ、市川猿之助さんは、まあ、心機一転ということでしょうね。浪花千栄子さんが、まあ、大阪の代表的な女優さんではないかという、まあ、思いを込めて、浪花千栄子というふうに、名付けたようであります。浪花千栄子さんは道頓堀にいた時は、浪花料理っていう名前の料理屋で働いていたんですけれども、そのことは市川猿之助は知らなかったので、その屋号と芸名が浪花ということで一致したのは全く偶然だったことのようです。ということで、まとめますと、まあ、市川右衛門のところに行く、まあ、役者さんである浪花千栄子さんをに市川猿之助さんは相方の代役をお願いして、自分のプロダクションに入ってもらい、その浪花千栄子さんに、浪花千栄子という新しい芸名をつけたということになります。で、浪花千栄子さんは、まあ、その後もその浪花千栄子という芸名をずっと、まあ、使っていたということから、お気に入りの名前だったのかなというところが、まあ、推測されます。はい、今回は、当時霞千栄子として活動していた、浪花千栄子さんなんですけれども、東亜キネマを辞めた理由と、その後共演することになった市川猿之助が大阪の女優ということで、霞千栄子を改め浪花千栄子と、名付けたことを紹介してきました。このくだりはドラマ中では描写されるのかどうかちょっとわからないんですけれども、まあ、その辺も注目して見ていきたいなというふうに思っております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録も非常に励みになりますので、よろしければお願いいたします。はい、まこきたさんでした。